ワインコフホテル火災は1946年12月7日にアメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタのホテルで発生した火災である。本県はアメリカ合衆国史上最も多くの死者が出たホテル火災であり、ホテル所有者らを含むホテル宿泊者119名が死亡した。現場となったワインコフホテルはアメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタのダウンタウンの ピーチストリート176番地に位置し、火災に強いと宣伝されていた。ホテルは鉄骨構造で火災に強かったものの、ホテルの内装が燃えやすい素材でできていたことや、15階建てだったにも、かかわらず出入り口は一つの階段しかなかったため、3階の火元よりも上の宿泊者全員が閉じ込められた。火災の生存者らは、上階の複数の窓から救助されるか、 消防士らが持っている網の中に飛び込んだ。この火災では飛び降りて死亡した犠牲者の数の多さに注目が集まり、一人の生存者が落下する様子を捉えた一枚の写真が1947年のピューリッツァー賞写真部門を受賞した。本件よりも前に発生した1946年6月5日のシカゴで乗らさるホテル火災。 および1946年6月19日のアイオワ州ダビュークでのキャンフィールドホテル火災と合わせ、複数の脱出手段や自動で閉まる耐火扉の重要性のに注目が集まり、北、アメリカにおける建築規則が改定されるきっかけとなった。ワインコフホテルは1913年にアトランタで最も丈高い建物の一つとしてオープンした。 設計を担当したのは、ウィリアムリー・ストタートである。この鉄骨構造の建物は、ピーチスリー・ストリート、エリス・ストリート、よび路地に囲まれた、62.75フィート70フィートの、少子基地に、階あたり4386平方フィートで、建てられた。客室は3階から15階に及び、典型的な一つの木座橋には15室あった。客室階の廊下は、 エレベーター2機と複数のクロスホールに開いている複数の上り階段と共に H 型に配置され H の複数の足からたった一つの踊り場に収束する複数の振り階段を向かい合わせていた非可燃構造のたった一つの階段は対価扉で囲まれていなかった高層ビルでは複数の階段の仕様が普通になりかけていた一方で1911年の アトランタ建築規則では5000平方フィートに満たない敷地の建物は単一の階段を持つことが許されていた。鉄骨構造は構造粘土タイルとコンクリート対価で保護されていた。このホテルは広告やノベルティを通じて火災に強いと宣伝していた。一方で廊下、客室間の壁を含む内装の仕切りは石膏で覆われた中空の粘土タイルだった。 部屋のドアは1.5インチの木材でできており、各ドアの髪型には、部屋、廊下間の換気のための可動ならんママドパネルがあったが、これは厚さ5インチに満たない木製パネルで閉じられていた。廊下の壁は破面の高さまで伸びた、彩色されたバーラップ折りの布で仕上げられていた。客室は7層もの壁紙で仕上げられていた。このホテルには、 フロントデスクから手動で操作される中央火災警報システムと各階にホースラック付きの直立管があった。自動スプリングラーシステムはなかった。ワインコフはアトランタ消防救助所の消防車2台と2つのはしご体から2ブロック以内にあって、うち1つはホテルから30秒以内にあった。ワインコフホテルの後部火災の後の再建時に追加された 火災避難階段がついている紐元は3階西の廊下にあって、そこにはマットレスケインスが1点、4階への階段の近くの廊下に一時的に置かれていた。ある説は落とされた紙巻きタバコが廊下のマットレスその他の可燃物に火をつけたかもしれないと示唆している。火は最初、午前3時15分頃にあるベルボーイが気づいたが、彼は宿泊客を助けるために5階に行き、 閉じ込められていた。しかし、最初の消防署への通話は3時42分に夜間支配人によって行われ、彼は火災電話で宿泊客らに警告しようとしたと伝えられた。建物火災警報器は明動しなかったし、ただしその時までに、とにかく上層階からの脱出は不可能であった。ある生存者は目を覚まし、人々が悲鳴を上げている声で火事に気づいた。 と語った。最初の消防車と複数のはしご隊は通話から30秒以内に到着した。その時までに人々はすでに窓から飛び降りつつあった。消防署のはしごは建物の途中までしか伸びなかったが、多くの宿泊客はこのようにして救助された。またある人々は路地を横切って隣接する建物まで水平にかけられたはしごを介して救助された。 ワインコフ低イ保証ビルディング間の路地延焼は当初は階段の配置によって妨げられた。階段がドアで閉鎖されていない一方で、上りと下りに配置された構成は互いに角を曲がって走り、火と熱気が階段を急速に上るのを防いだ。火は密閉されたエレベーターシャフトを通して広がらなかったし、洗濯物シュートや郵便シュートを通しても広がらなかった。部屋、 廊下間の開いているランマ窓が燃焼のために新鮮な空気の侵入を許し、最終的には二つの最上階以外のすべてに火が昇ることで沿道のような効果を生み出した。火災はひとたび廊下に落ち着くとバーラップ折りの壁を多いを喰らい、部屋のドアやランマ窓に火をつけた。ドアとランマ窓は14階及び15階を除くすべてで焼けた。 宿泊客らは新鮮な空気と救助を求めて窓を開け、さらに新鮮な空気の火への通風を可能にしてしまった。火災捜査では開いている乱馬窓がその客室の因お及びその内容物と密接に関連していることが明らかになった。消防士らは落下してくる体によって妨げられ、場合によっては負傷した。多くの宿泊客はベッドシーツをつなぎ、 降りようと試みた。またある人々はワインコフの後部と低等保証ビルディングとの間の幅10フィートの路地を誤って判断し飛び移ろうと試みた。アトランタ消防署は現場に消防士385名、消防車隊22隊、はしご車11台を配置し、うち4台は空中はしごユニットだった。2回目の警報が午前3時44分に、 3回目が午前3時49分に、明動し、午前4時2分に非常警報が明動した。周辺所からの総合援助で、合わせて49の装備がもたらされた。消防士らは、人た,たかい宿泊客を救うために、幅十0フートの路地の向こうの12階建ての、低等保障ビルディングと、エリスストリートの反対側の6階建てのディビスン、百貨店を含む、 隣接する複数の建物に登ったホテルの宿泊客304名のうち119名が死亡し、65名が負傷し、120名が無傷で救助された。ホテルの元々の所有者であるワインコフ家の人々はホテル内のアパートメントに住んでおり、そこで遺体として発見された。死者のうち32人は飛び降りて亡くなったり、 地面まで届くように繋げられたシーツで作られたロープや短すぎる消防場所を降りようとしながら落ちたことによって死亡した。ホテル宿泊客の中には州の有水コールインコールガバメント立法プログラムのためにアトランタへの旅行のスポンサーとなったジョージア州の YMCA 主催の40名の高校生がいてうち30名が死亡した。学生の多くは 路地の隣のホテル広報で1部屋に2名宿泊しており窓の多くがプライバシーのためにルーバー付きのシャッターで覆われていたシャッター付きの部屋の宿泊者らは5会長の各会で死亡した300万ドルないし400万ドルの請求がホテルの所有者らに対して行われたが保険の最低額は合わせて約35万ドルに過ぎなかった主な犠牲者は 以下の通り24歳のジョージア・コーカ、大学大学院生、アーノルド・ハーディは、従業員レイジー、マッカンバーの落下をビルから撮影し、1947年にピューリッツァー賞を受賞した。ダンスからの帰宅途中だった彼はサイレンの音を耳にし、その場所を見つけるために消防署に電話して火災現場に行った。アトランタジャーナルの写真家、ジャック・ヤングは、 胸膜炎を患って、12月7日午前3時30分に、グラディメモリアル病院に入院した。病院が大量死傷者の知らせを受けた時、ヤングは服を着て、火災現場に向けて、病院を立った。アップピ通信社、写真家のルディ・フェアクロス及びホレースコートも、また現場に到着した。火災の後、ハーディは、自分の複数のイメージを持って、AP の事務所を訪れ、うち3つは、 使用可能で、うち一つは、マッカンバーの落下だった。AP は、ハーディの写真複数を300ドルで買い取った。マッカンバーは落下後も生きていた。マッカンバーは背骨、骨盤と両足を骨折し、10年にわたって7度も、手術を受けたものの、結局片足を切断した。しかし、退職するまでホテルの従業員として働き、1992年に86歳で、 死去した。ラサルホテル火災の直後に発生した、この火災は、建築規則に大きな影響を及ぼした。1947年に、ラサルとワインコフの火災を受けて、防火に関する全国会議が、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストルーマンの指示で、開かれた。いずれの火災も、保護されていない階段の開口部に関連する問題を、照らし目立たせていて、それは煙及び、 火災の広がりへの道を提供し、同時に脱出のために階段の使用を妨げた。1927年のアメリカ全国防火協会の建築物外出規則は、すでに保護された複数の出口手段の使用を要求する原則を定めており、規則を法律として組み込むことを許可していた。建物の設計と建設における重点は、財産保護から、 ワインコフの文房具の完全に対価の記述は建物の構造に限定されている限りでは正確だった生命の保護という目的に持続する財産保護とともに生命の保護に主に重点を置くことに変更された。ジョージア州知事エリス・ワーナルは協議に定義された耐火性の生命に反応し次のように述べたホテルが耐火として宣伝されているとき 公衆は騙されているが、実際はそうではない。ホテルが、本当は、ワインコフが、明らかにそうではなかったように、耐火性ではないときは、責任期間は、耐火という言葉の使用を禁止すべきである。耐火という単語は、もともと保険業界で使われる用語であり、主に財産損失請求に関連した。耐火ビルディングは、猛火に耐えることができ、 内装の仕上げが交換されたら、倒壊や隣接する建造物への損傷による全損なしでサービスに服することもあった。1948年に建物外出規則が大幅に改定され、仕上げの燃焼性、検出と警告、及び建物内の人数に関する争点に取り組んだ。その主な強調を強調するために、1966年に建物外出規則は、 火災から生命を守るための安全の規則と解明された。ワインコフの火災は炎症の手段としてのフラッシュオーバーの存在を認識して建築材料の燃焼性に関する戦時の研究の規則の要求物と設計標準への組み入れに繋がった。ワインコフは複数のフラッシュオーバーがそれぞれの連続したレベルで炎症させるのに役立った注目すべき例として引用された。 ラサルとワインコフの火災はいずれも可燃性の仕上げ材料が使われていたことからスタイナーフウードを試験の採用が進みこの試験は1958年から ASTEAM E84 及び全国防火協会 -255 の標準として材料の相対的な火災の危険性を確立するためにウルによって使用されていた客室の操作可能ならアンマ窓の禁止は ワインコフ火災の直接の結果だった。また、本県により、より古い施設における新しい火災規則要件の事後的な施行に関する議論が活発化した。1946年のホテル火災の頻発までは、そういう法律は財産の意見的な取得とみなされていた。より新しい立法のおかげで、新築に加えて既存の建物に対する基準の施行が可能になった。 ワインコフホテルは改修されて、火災放置機とスプリンクラーが装備され、1951年4月にピーチツリーホテル、オンピーチツリーとして再オープンした。1967年に高齢者収容施設として売却されるが、長く放置された後に2006年から2300万ドルかけて改修され、翌2007年10月1日に高級ブティックホテル、 エリスホテルとして営業を再開した。被害者や生存者の家族や友人は火災の70周年記念のためにサンディスプリングスにて追悼集会を開いた。ホテルの南には犠牲者、生存者、そして火災を記念する歴史的なマーカーがある。それには犠牲者、生存者、そしてワインコフ火災で戦った消防士に捧げられるとある。 ありがとうございます。